ちょっとひらめいたことがあって、性愛におけるマッチングの法則性みたいなものをちょっと考えてみたんですけど、ここにそのグラフを出すんですけど、まあグラフっていうかマトリックスですね。こっちの X 軸っていうのを清潔感っていうふうに考えてるんです。で、こっちの Y 軸を積極性っていうふうに考えてます。で、この清潔感と積極性の両方があるとマッチングするっていうのが私の考えです。で、もちろんそれはいつもそうなわけではないです。そこには年齢とか、まあ年収とかいろいろあるので、そういうの諸々のその変数っていうのはもちろん当然あるんですけど、基本的にはこの2つが大原則だと思います。で、このX 軸と Y 軸のその数値によって4つのクラスターっていうものが想定できるわけですね。じゃあまず一番いいパターンを考えましょう。それは清潔感がものすごく高くて、なおかつ積極性もすごく高いっていうパターンです。これがモテっていうやつです。モテる人たちっていうのは清潔感のレベルがまずすごく高いわけですね。だからもう見た感じのパッと見の印象がすごくいいわけですね。元々の持っているその顔の作りがイケメンとか、まあそういうのもあると思うし、あとまあ背が高いっていうのも、これも明らかにプラス要因です。背が高くて顔がそれなりにいい。で、なおかつ着てる服とか髪型とか、その身のこなしとか喋り方とか、そういうのももろもろひっくるめて清潔感が高いっていうふうに言うわけです。まあ細かい要素を上げていけばキリがないんですけどね。じゃあ清潔感って何ですかっていうのはうまくその言い難いんですけど、まあ印象ですよ、本当に。パッと見の印象とコミュニケーションをしていく中で感じる印象が整ってるっていうことです。不快感を感じないっていうことです。で、もちろんそれは誰が相手が誰であるかによって変わりますよ。当然ある人にとっては清潔感がすごい高いなと思っても、ある人にとっては清潔感がないなって感じることも当然それはあります。個人差っていうのはあるんだけど、その全てのことをそれは人によりますって言っちゃうと全然話が進まないんで、ある程度世間一般でこういうものが清潔感があるっていうのは言えると思います。で、それが清潔感なんですよ、結局。で、それだけあればいいのかっていうと、まあもちろんその清潔感が高ければ相手の方からアプローチしてくるとかってことはあると思いますけど、やっぱりその積極性っていうのも必要なわけですよね。自分から声をかけるとか、自分から連絡先を聞くとか、自分からデートに誘うとか、自分から告白するとか、いろいろあるわけですよ、そういうのが。それを積極性っていうわけです。だから積極性がすごいあって、なおかつその清潔感のレベルも高いと、一番マッチングしやすいわけですね。それをモテる人っていうふうに言うわけです。じゃあ、清潔感は高いんだけど、積極性がない人っていうのがいるわけですね。ちょっと内向的だったり、そういうのが苦手だったりする系の人がいるわけです。これを草食系男子っていうわけですね。だから草食系男子っていうのは清潔感が高いってことは大前提なんですよ。清潔感は高いし、パッと見の印象はいいと。で、別に関わっててもそんな不快ではないんだけど、そういう性愛のことについて積極的になれないっていう人がここです。で、この人たちは積極的になればいいのであって、まあ本人がそれを望んでないんだったら別に構わないんですけど、望んでいるのに、その踏み出せないっていうのがあるんだとしたら、ここですよね。草食系。で、言葉の本来的な意味から言えば、草食系男子っていうのは、望んでいない人たちなんですね。あまりそういうことに関心が薄い人たちっていうのを、まあ、言葉の本来的な意味で言えば、草食系男子って言うんでしょうけど、まあ、本人が望んでいて踏み出せないって場合も、ここに入れていいと思います。問題は、その清潔感が低い場合なんですね。で、清潔感が低くて、なおかつ積極性もない人たちが非モテです。これが結構多いんですよ。どのくらいの割合かわかんないですけど、結構います。で、まあ、婚活とか、その恋愛とか、そういうのがうまくいってないのは、まあ、こういう系の人たちです。
で、この人たちっていうのは、ま、紐手なので、どっちかを上げるっていうか、両方上げないとダメですよね。まあ、その話は後でしましょう。で、清潔感のレベルが低いんだけど、積極性だけめっちゃあるって人がいるんですね。これを私は事案型と呼んでます。事案っていうのは、告ハラとかセクハラとか、まかり間違うと性加害になっていく系の人たちです。で、この人たちは積極性があるので、声をかけたりとか、なんかそういうことはできるわけですよ。アプローチはすごいするんだけど、ことごとく、ノーと言われるわけですね。で、なぜノーと言われるのかっていうと、それは清潔感がないからだっていうふうに私は思うわけです。清潔感がちゃんとあれば、そのアプローチしてもそれなりにヒットすると思いますよ。で、最近、ソロキャンプ問題っていうのがちょっと取り上げられててある界隈で、そのソロキャンプが最近流行ってると。一人でキャンプをする。で、まあその女性でソロキャンプをしている人に話しかけてくる男がいるんだと。で、なんか教えてあげるよとか、なんか困ってることないとかって結構こう言ってくると。で、それで非常に迷惑を被っている女が一定数いるよねっていう話が最近ある界隈で盛り上がってるんですけど、それっていうのもまあそういうことなんですよ。積極性はすごいあるわけですね。普通話しかけないと思いますけどね。話しかけちゃうんですよね。それは積極性っていう点ではすごいと思いますし、私はその点では尊敬します。でもそれが迷惑だと捉えられるのはなんでですかっていうと清潔感がないからです。そのソロキャンプをしている人に話しかけるっていうその行動自体も清潔感がないわけですね。ちょっとおかしいわけです、やってることが。普通しないんですよ。普通しないっていうのは、まあそれはそういうことをするした時代もあるのかもしれないですけどね、それは。まあ一般的にはしないわけです、令和5年現在は。なぜって男性、一般に対して不信感があるからですよ、それは。男性の犯罪が非常に取り上げられていて、何するか分かんないってことになってるわけですよ。一般的に。だから、そういうことをしてはいけないわけですね、基本的に。それは、普通の人がいっぱいいる街中でやるんだったらまだ分かりますけどね、それは。そんな人里離れた、近くにその助けを求められないような、環境でそれをやるっていうのは非常に危険なことだと思います。だからそれは事案なんですね、もう。その時点で。で、ナンパっていうのも同じで、ナンパも基本的には現代では事案になると思います。まあ、よほど清潔感が高ければならないのかもしれないですけど、そもそも、その街中であってもそうやって全然知らない人に話しかけるって行為自体が、清潔感のない行いであるっていうふうにもう現代ではなってますからね。昔はそんなことなかったと思いますよ。10年前、15年、20年前とかっていうのは全然そんなことはなかったと思います。それは宮台真司が繰り返し述べている通りです。とかまあ安藤昇とかもそういうことやってたわけですからね。まあそれは時代によるわけですよ。普遍的なものではないけど、令和5年現在それはもうほぼほぼアウトだと思います。だからそういうふうな行いをしてしまう。しかも清潔感がないのに。っていうところが、この事案型です。で、事案型も紐手も装飾系も全部まずいわけですね。ちゃんと性愛の世界でマッチングしようって思いがあるのであれば、まずいわけです。じゃあどうすればいいのかっていうと、両方高めるしかないわけですね。その積極性はめっちゃあるけど、清潔感のところで弾かれてる人っていうのは清潔感を上げなきゃいけないし、清潔感はあるんだけど、その勇気がないとかっていう人は、その勇気のところを高めていかなければいけない。その年齢の問題っていうのがあって、やっぱりそこに触れなければいけないんですけど、年齢が高くなればなるほど清潔感っていうのは失われるんですよ、これは。それはもうパッと見の印象なんですよ。もう 0.1 秒レベルで判断されるんですね。それは何を見て判断してるのかっていうのはわからないですけど、まあ肌とか髪とか、まあ着てるものとか、身のこなしとか、もろもろのものですよね。それを一瞬で判断するわけですよ。あ、パッと見てこの人は若いなとか、若くないなとか思うわけですね。それは男性が女性を見るときもそうだし、女性が男性を見るときもそうなんです。だから基本的に清潔感っていうのは、若いときほどあります。
で、年を取れば取るほどなくなっていきます。これは仕方のないことなんですね。だから、年齢を重ねていればいるほど、その清潔感を高めるっていうか、維持するっていうか、少なくとも落ちないようにするために、非常な努力を払わなければいけないわけです。たまにその、民放とか、まあ、NHK もそうですけど、テレビ見てると、その若い頃は本当にイケイケだった人が出てくるわけですね。往年のスターみたいな。でも今40代とか、まあ50近くになってる人が出てきて、やっぱりそれは全然違うわけですよね、その昔と。それは清潔感がなくなったっていうことなんですよ、結局。だって広末だって、まあ広末が今40ちょいですか。でまあ40ちょいですけど、もちろん未だに綺麗ですけど、それだって全然違うわけですよ、本当に。早稲田にいた頃とは。で、それはしょうがないことなんで、それは広末くらいの人でもそうなんだから、普通の一般的な人はもっとそうだよねって話ですよ。だからそれを高めるために頑張らないといけないよねっていう話です。私自身もどういうふうにすれば清潔が高まるのかっていうのは日々考えてます。で、次にその積極性っていうところですね。で、これも本当に人によって様々で、全然ストレスなくナチュラルに話しかけられるとか、アプローチできる人もいれば、やっぱりこう、気を取っちゃうっていうか、なかなかそういうことができない人もいるわけですね。で、これも本当に難しいと思います。どういう距離感が適切なのかっていうことは本当に難しいんですけど、まあ、現代社会に特有なことを言えば、ちょっとやってみてダメだったらもう引くのがいいと思います。即時撤退。深入りはしないってことだと思います。で、相手が自分に関心を向けてくれた場合は行っていいと思いますけど、関心がない人に行くのはダメだと思います。例えば、まあ最近ないんですけど、一頃10年くらい前ですかね、なんかブドウとか持って、行商っていうのかな、やっぱ、結構若い人がなんかブドウを売ってたんですよ、路上で。あ、こんにちは、ちょっといいですか、ちょっとブドウ今売ってるんですけどどうですかみたいな、なんかその行商みたいな人たちがいたんですね。で、それも10人に1人くらいはなんか興味を持って、あ、ちょっと話聞いてみようかなとかあると思いますけど、私そんなの興味ないし、ブドウとか買いたかったら店で買いますからって話だから、だいたいそういうのは、あ、はいはいはいって流すんですけどね。とか、まあ営業の電話とかでもそうですよ。よくなんか銀行メガバンクから電話かかってきて、こういうサービスがあるんですけどどうですかみたいな勧誘をしてくるんですけど、それ私興味ないから、あ、すいませんって言って切るんですけど、そういうことです。興味が、向こうが自分に興味を持ってくれてるような感じがあればそれは言っていいと思うけど、もう興味がない場合っていうのはわかるわけですよね、その雰囲気で。あ、この人は自分に興味がないんだって思われてるんだから、思われてるんだとしたら、そこで引けばいいわけですね。例えばソロキャンプの時であって、別にまあ一言挨拶するくらいはいいと思いますよ、こんにちはって。こんにちはって言って、なんか困ったことあったら声かけてくださいねって言って引くのは別にいいと思います。そのくらいの声掛けはまあいいとして、その時のまあその反応っていうか、相手の状況で、なんかこれちょっと警戒してんなとか嫌がってんなとっていうのが目を見ればわかるわけですよね、それは。で、そういうのを感じ取ったらもうそれ以上深入りしないっていうことでいいと思います。あまりそこをなんかやって改善することはないと思いますから、これは。だからそれはもうちょっとやってダメだったら引くっていうことでいいと思います。そこの見極めなんですよね、結局。相手がどういうふうに感じてるのかっていうことを見極めなきゃいけないわけです。で、もちろん、その、例えば職場とか、大学のサークルとかなんでもいいんですけど、最初は全然関係が遠かったんだけど、一緒になんか活動とか仕事してるうちに、だんだん仲良くなるっていうのは当然あります、それは。あるけど、それは職場とかサークルとか、まあ何でもいいんですけど、その長期的に何ヶ月も半年とか1年とか継続して人間関係が続いていくって場合は、それは当然そういうことはあります。今言ってるのはもうちょっとこう、そこまでではない場合ですね。そこまでその長期的に、中長期的に続いていくんじゃないような人間関係の場合の話をしています。そういう時はやっぱり引くっていうのがいい
いいっていうかもうそれ以外道はないと思います。ちょっとアプローチしてなんか興味なさそうとか嫌がってるなって雰囲気を感じたら即座に撤退する。っていうことだと思います。まあそのソロキャンプの声かけ問題について、まあ友達に聞いてみたんですよね。こういう意見があるんだけど、どうなのかなみたいな聞いたら、その女性が言うには、別にその男から話しかけられることが全部アウトなわけではもちろんないと。で、かっこよくて、清潔感があって優しそうな人だったら嬉しいっていうふうに言ってたんですよ。その人は。まあそういうことじゃないですか。清潔感があってかっこよくて優しそうな人っていうのはどういう人なのか私はわからないですけど、そういう人だったらいいって言ってるわけですね。だからそういう人になればいいと思うんですよ。とても簡単なことだと思います。じゃあどういうふうにしたらそういう人になれるのかっていうことをまあ考えていくっていうことじゃないですか。だからもう顔の造形とかっていうのは変えられないし身長も変えられないと。じゃあそれ以外のところで何を変えたらいいのかっていうことですよね。もうその道筋ははっきりしてるわけですから、そこに向けてやっていくってことだと思いますよ。